死に神が行く先は死の国。生きていてはいけない場所。助けに行くなんて無理です。いいえ、私の知る人に一人だけそれが可能な方がいます。それは魔王王大尉。少しやつれたな。待っておったぞグエンドリン。お前の話を伝え聞いた。槍一つで単身敵陣に乗り込み、あの小賢しい小娘から指輪を取り戻したと。ゴルドロンを操る力がこちらにあるなら、奴らの思うようにはいくまい。お前ほど素晴らしい娘はおらぬ。その指輪のごとく価値がある。さあ、勝利の宝を王に与えておくれ。これは私の大切な人との絆。手放すことはできません。こうしてやってまいりましたのは、死の国へ至る道を教えていただくためです。何をたわけたことを申しておる。素直に指輪を出すのだ。冥界とを行き来し、魔石を集めるお父様なら知っておられるはず。願いを聞いてはいただけませんか、お父様。追放された娘が一国の王である父と取引しようというのか。よかろう。指輪と引き換えになら冥界の入り口まで案内してやろう。お父様。さあ、指輪を渡すのだ。いいえ、それは私が死の国より戻ってきたなら。まったく腹立たしい。招かれもせぬのに入り込んでくる父に似た傲慢な娘。私の宝石を盗みに入るコソ泥の娘。よもや生きて出られると考えてはおるまいな。死を司る女王オズワルド様、私の夫をお返しください。何かと思えば飼い犬のように主人を追ってきたというわけか。オズワルド様、この者は力と引き換えに私に貢がれた命。私と共に生きながら永遠の死の淵を歩く者。お前が出会う前より私のものであることは決まっていた。お前こそ我らの邪魔者。私が直々に命を消し去ってやる。ヴァルキューレは死を恐れない。免れないというならそれも運命けれども、オズワルド様がお前に奪われることは死よりも耐え難い。言うではないか。身の程知らずよ。私の宝石から作ったその槍でどうしようというのか。周りを見よう。あまたの魂が重なり詰まって結晶となり大地。お前はその槍で命をもてあそんでいるんだ。そしてその報いを受ける時は今。
亡者と聖者の垣根なくこの大地にありえたのは、私が領海を橋渡ししていたからなのだ。この地はもはや生ける者が足を踏み入れることのできぬ場所。道は閉ざされ、お前の住まう世界とは断絶する。今より死は最も残酷で冷徹な別れとなる。世界が終焉にまみえるとき、お前が放った地獄の犬を見るがいい。地の世界は閉じ去った。我らがかの地へ行き着く方法は死を得ることのみ。もう他に道はない。オズワルド様、よかった、お目覚めになられた。死にも勝るは一途な愛の賜物とやらか。これで冥界の結晶は二度と手にはできまい。だが指輪とコルドロンを取り返せば、満ちる魔力に困ることはなかろう。さあ、約束だ。その指輪をこちらへ。これはオズワルド様の愛の印、今の私の全てです。持っていかれるというのなら、私にはもう何も残ってはいません。どうぞこの場で私の命を絶ってからお持ちください。グエントリー、バカなことを申すな。お前が全てだと信じるものは幻だ。わしの裁きでその男に沿うたのではないか。元より愛は幻のようなもの。私は栄誉を失うことよりも、その幻を失うことが恐ろしいのです。愚かな。誇りもなく、ただ愛のために殉ずると申すか。やめろ。自分の娘を手にかけようというのか。どうしがたい。思うにならぬ。だが愛する娘よ、父を見よ。お前の決意の前にこのように無力だ。父親の尊厳を守るためには、耐えて慈悲を示す他はあるまい。お前の思うようにするがいい。お父様。黙れ、この不忠者め。もう何も言うでない。魔剣使いよ、娘はお主の手に委ねよう。グエンドリン、君の意志に反して傍らに留めることがどれほど辛いか分かっていても、君を求めずにはいられなかった。オズワルド様、この心の高ぶりが魔法の力だとしても構いません。あなたのそばにいられるなら、どのような辛い試練も受けましょう。君はさまよう俺の前を不意に照らした輝く星だ。君に会うまでこの胸の内はうつろだった。だが今は違う。俺は喜びと恐れを知った。君という光に触れる喜びと、命より大事な輝きが目の前から消えてしまう恐怖を。消えたりなどしません。私のうちに永遠に輝く星。